ダスティと標識というお話。ソドー島の爽やかな季節、観光客はみんな山へ行くのが好きだった。美しい山道をハイキングするのだ。山道は線路に沿って続いていた。森の中を抜け、流れの速い川を横切り、そして綺麗な湖へと続く道だ。その日、ダスティは大事な仕事を2つ任された。1つ目は山道に新しい標識を取り付ける作業員を運ぶこと。ハイキングに来た人たちに道順を教える標識だった。ラスティは取り付け作業を早く終わらせてほしかった。二つ目にトップハムハット卿夫妻とその孫たちを港まで迎えに行く仕事があったからだ。彼らは湖に行く予定だった。ラスティは遅刻したくなかった。彼は次の取り付け場所へと急いだ。ラスティはその後も慌てていた。早く次の場所に移動したいのだ。さあさあ、もう行く時間ですよ。だがまだ仕事が終わってないよ。でももう出発しないと、トップハムハット卿のお迎えに遅刻してしまう。しかしラスティは遅刻どころか予定よりも早く駅に到着した。トーマスがやってきて挨拶をする。なんだか嬉しそうだね、ラスティ。当然だよ、トーマス。トップハムハット卿とその家族がやってきた。みんなとてもワクワクしている。全員がラスティの客車に乗り込み、湖へと出発した。ラスティがみんなを山道の入り口へと連れてきた。後で駅に迎えに来てくれ。トップハムハット卿と約束をして、ラスティは元気に走り出した。ラスティは残りの仕事を大急ぎで終わらせた。駅にトップハムハット卿を迎えに行くのに遅刻はできない。しかし彼が駅に着いた時、トップハムハット卿の姿は見当たらなかった。ラスティは不思議に思った。もう着いてる時間なのに。ラスティは心配になった。彼はみんなを探しに行くことにした。きっと近くにいるはずだ。ラスティは石切り場にやってきた。何人かがテントを張りキャンプの準備をしている。ラスティは彼らにトップハムハット卿を見かけたか尋ねた。いや、見てないよ。次にラスティは鉱山で釣り人たちに会った。トップハムハット卿を見ませんでしたか？見なかったな。次に古いお城のところでスキーをしに来た人たちに出会った。彼らもトップハムハット卿を見ていないという。ラスティはさらに走った。しかし彼は不思議に思い立ち止まった。なんだかおかしいな。なんでスキーをする人たちが古いお城にいたんだ？それに釣り人が鉱山にいたし、キャンプをする人たちは石切り場にいた。そうか、わかったぞ。標識が全部間違った方向を指してたんだ。僕が作業員を急がせたせいだ。みんな僕の責任だ。ラスティはトップハムハット卿たちを降ろした入り口へ戻ることにした。
そこから彼らの辿った道を進むのだ。彼は急いで走り出した。すぐに彼らを降ろした場所に戻ってきたラスティは標識を見た。標識が指しているのは湖ではなく丘の方向だった。これは農場に行く道だ。ラスティは急な線路を一生懸命登った。農場に到着したラスティはそこでトップアムハット卿たちを見つけた。彼は標識のことを詳しく説明した。ごめんなさい、トップアムハット卿。皆さんは湖に行きたかったのに農場に来てしまうなんて。いや、素晴らしい一日を過ごしてるぞ。孫たちも動物と遊んでとても楽しんでる。ラスティはとても嬉しかった。帰りは彼らを無事に港まで送り届けた。バイバイラスティ、君もお家に帰れるね。ううん、まだだよ。もう一つ仕事が残ってるんだ。ラスティは作業員のもとへ急いだ。そして彼らに標識が全部間違った方向を指していることを話した。すみません、作業を急がせた僕のせいです。標識を直すために皆さんをお送りします。今度は急がせたりしませんから。ラスティと標識というお話でした。